火災が4グラム。これ放火剤な。アングラのやつはあれだ、ラベルもシールもみんなアングラなんだ。10グラム対4グラム。そりゃこれ使ってる見たらなんか変な材料使ってるなって思うだろうね。なんだそれでって。なんか見慣れねえやつばっかりだなって。なんで 3M って書いてねえんだとか思うよね。え？そうなんだよ、うん、なんとかペイントとかさ書いてねえんだって思うよね。何のこれ普通あれだよね、材料に目が行くもんね。やっためて見慣れねえ材料見るとなんだと思うよね。今日は勉強になりました。おっぱい思いのほか。いやでも社長たちは作りよう方でさ、うん、テスト1000かけるっていうか、こういう旧車扱うことには分かんねえよ。分かんねえ。鉄板って硬くなるとかやるくなる。いや発明だったよ、冗談抜きで。いや俺も不思議になられたよ。昨日塗ったでしょ、朝4時塗ったでしょ、うん、でこっちに来てそこ塗りようとき、あらなんでこんなゴムヘラ、昨日ゴムヘラで塗ったとき、うん、鉄板がベコンで引っ込んだ。最初ね、うん、で今社長たちが来て8,000塗った時に、うん、なんでこれへっこまんのかなと思った、ああひょっとして硬くなったんかなと思ってさ。そうだね、でもまだちょっと言わんのかなと思った。そうだね、うん、あいつ試してみようか、うん、ね、なんか言い出すかなと思ってもう帰る時間なのに、うん、何も言わんじゃかわいそうやな。そうだよね、商売ネタがないとね。よく初耳だよな、思っても見なかったな。そんなだけ高級車には無理と思うよ。硬い鉄板の上塗って強度が出る出ないは分からないけど、これぐらいのコンマ6のフェンダーとかにさ塗ればもう、おそう一発で分かるよ。だからそれは設計中